被害妄想妄想性パーソナリティ障害とは、猜疑性パーソナリティ障害とも呼ばれる、何ら明確な理由や根拠なく、あるいは何の関係もない本の少しの出来事から、勝手に曲解して、人から攻撃される、利用される、落とし入れられるといった、不信感や疑念を病的に、激しく疑い、広く対人関係に支障をきたす、パーソナリティ障害の一類定である、精神障害定義も、 参照精神医学的障害の一種である。この症状は、拒絶、憤慨、不信に対して過剰な感受性を示すとともに、経験した物事を歪曲して受け止める傾向に特徴がある。普通で、有効的な他人の行動であっても、しばしば敵対的や、軽蔑的なものと誤って解釈されてしまう。本人の権利が理解されていないという信念に加えて、 パートナーの提唱や提説に関する根拠のない疑いであっても頑固に理屈っぽく執着する。そのような人物は過剰な自信や自己支持を古代にする傾向がある。この障害は強大な権力を持つ者、特に一代で成り上がった絶対権力者に非常に多く独裁者の病であることが知られている。独裁者は常に他人に蹴落とされる可能性を秘めており、部下を常時監視する必要がある。 成り上がりの独裁者は、自分が独裁者になる過程で、前の支配者を暴力で失脚させるようなことをしていたり、自身の暗殺計画が発覚したり、実行されたりすれば、より部下を信用することができなくなり、さらに命を狙われる可能性がある。そのため元々の性格は、そのような兆候のないものでも、成り上がった独裁者は、必然的に妄想性パーソナリティ障害を形成し、 そのような特徴を示さない独裁者の方が少ない。なお普通の巨大な会社の社長や巨大宗教団体の教祖にも見受けられる。英他人の動機を悪意のあるものと解釈するといった広範な不信と疑い深さが成人早期までに始まり、主樹の状況で明らかになる。以下の4つによって示される。十分な根拠もないのに他人が自分を利用する、危害を加える、または、 騙すという疑いを持つ。友人、または仲間の誠実さや信頼を不当に疑い、それに心を奪われている。情報が自分に不利に用いられるという根拠のない恐れのために他人に秘密を打ち明けたがらない。悪意のない言葉や出来事の中に自分をけなす、または脅す意味が隠されていると読む。恨みを抱き続ける。つまり、侮辱されたこと、傷つけられたこと。 または軽蔑されたことを許さない。自分の性格、または評判に対して他人にはわからないような攻撃を感じ取り、すぐに怒って反応する。または逆襲する。配偶者、または性的伴侶の定説に対して、繰り返し通りに合わない疑念を持つ。また、診断基準 B が、統合失調症や精神病性の障害、一般身体疾患によるものではないことを要求している。 なお、パーソナリティ障害の診断は、特定のパーソナリティの特徴が、成人期早期までに明らかになっており、薬物やストレスなど一過性の状態とも区別されており、臨床的に著しい苦痛や、機能の障害を呈している必要がある。ありがとうございます。